セレクトセールセリー1、セールとは競争場における競売である。対別すると、主に競争年齢に達していない例から1歳の子馬、競争年齢を満たす2歳に達し調教が施された未出相場、現役競争場及び繁殖場に分けられる。また、場所事業の撤退などによりこれらすべてをまとめて売却するセリー1なども存在する。例から1歳の子馬については生産者が売却を、 前提としたマーケットブリーダーならば、セリーチで場所に売却されることになる。ただし、日本においては、庭先取引と呼ばれる直接売買が約8割を占める。競争年齢を満たす2歳に達し調教が施された。未出走馬は主に調教トレーニングセールと呼ばれる、セリーチに上場される。競馬場やトレーニングセンターでトラックで調教トレーニングを公開した上で、 競争場の売買取引を実施する。また例から1歳の時に一度購入し、調教を施して2歳の時に高値でトレードするというピンフッカーと呼ばれる業者や生産牧場から馬を預かって育成、調教、さらには宣伝を行って高値で売却されるよう活動するコンサイナーと呼ばれる業者も存在する。アメリカ合衆国では ケンタッキー州やフロリダ州で盛んに行われており、近年日本でも行われている。現役競争場のセリーチは、日本国外では盛んに行われているが、日本では公実の北海道競馬トレーディングセールのみである。繁殖場については日本では公実の JS、繁殖場セールや、近年は行われていないが、ヤシロ大グループによるセリーチもあった。セリーチで、 購買希望者並びに販売者には事前に登録番号を付ける。セリ位置では進行薬によって最低価格が提示される。最低価格は販売者が決めることができる。購買を希望をする場合、入札を行う。入札があった時点で進行薬の進行によってセリ価格が上げられる。最高額の入札を行った購買希望者が落札する。 この時購買者が番号で呼ばれる。日本のセリーチの場合には必ず最低価格での入札が一度ある。これは販売者にも番号付けされており、販売者が必ず入札をするためである。販売者が必ず入札を行う理由として、売却された馬と売却されなかった馬の判断を一目でつきにくくする目的で行われる。販売者が落札した場合、手取りと呼ばれる。 新公約の最低定時価格と販売者が定めた希望額とは異なる場合が多く他の購買希望者がいても販売者が入札し、手取りにすることも可能である。もちろん希望額に満たなくても販売者が入札せず他の購買希望者に売却することも可能で、そのあたりは販売者の裁量による。なお、希望額は事前に競りの主催者側に伝える必要があり。 希望額を超過して手取りにした場合には、手数料が取られるなどの罰則がある。販売希望価格を主催者側は引得する義務がある。手取りになった後で、最低定時価格を下回る価格で購入したいなどの、水面下での交渉が行われていることもある。セリーチの市場内では直接交渉による売買が禁止されているため、販売者が再上場という形で再度セリにかけられ、 販売される形式を取る。また事前に出品の登録をしたにもかかわらず、疾病などにより当日になって欠場することは少なくない。日本において2007年以前は国内の定められたセリ地で売買された内国産馬が中央競馬に所属した場合、登録後は市場取引場と表記され市場取引場限定の競争が設けられたり一部の競争で5着以内に 入ると、市場取引場奨励賞として、別途賞金が交付される優遇措置があった。ただし、市場取引場と認定されるには生産者と場種が全く関係がない必要があり、市場に出しても、手取りになった場合は当然、優遇措置は取られなかった。また、デビュー当初は、市場取引場の優遇措置を受けていながら、途中で場種が変更となり、生産者と同じになった場合は、 市場取引場の表記が取り消され、優遇措置を受けられなくなった。しかしセレクトセールなどのセリ市が活況になったこと、優遇措置がなくなったことにより、マルシの表記も行われなくなった。このことにより、生産業界からは、セリ市の活況が再び低迷することが心配されている。また、日本国外のセリ市では、セリ市の出身場のみの競争が設けられている。日本では、 毎年4から10月を中心に、農業協同組合や日本軽手場協会、日本競争場協会などの競馬関連の公益団体などが主催して、セリーチが実施される。日本で行われるセリーチとして、以下のようなものがある。1月からの開催順で表記する。株式会社 JS が主催する、繁殖場のセリーチ、j a v a 北海道市場で開催される。 九州視馬協会が主催するサラブレット2歳のトレーニングセール。2014年は佐賀競馬場で開催された。日本中央競馬会が主催するサラブレット2歳のトレーニングセール。中山競馬場で開催される。千葉県両相場室農業協同組合が主催するサラブレット2歳のトレーニングセール。船橋競馬場で開催される。1歳市場は開催休止中。 日高慶州場農業協同組合が主催するサラブレッド2歳のトレーニングセール札幌競馬場で開催される九州慶州場協会が主催するサラブレッド1歳のセリージジャバ九州種馬場で開催される青森県慶州場生産農業協同組合が主催するサラブレッド1歳のセリージ八の家畜市場で開催される社団法人日本競争場協会が主催する サラブレッド搭載と一切のセリーチ、ノーザンホースパークで開催される、日高慶州場農業協同組合が主催する、サラブレッド一切のセリーチ、例年、セレクトセールの翌週に、Java、北海道市場で開催される、搭載市場は開催休止中、日高慶州場農業協同組合が主催する、サラブレッド一切のセリーチ、Java、北海道市場で開催される、 開催期間は5日間、2018年より、初日がサマープレミアムセールとなった。日高慶州場農業協同組合が主催する、サラブレッド1歳のセリーチ、ジャバ、北海道市場で開催される。開催期間は2日間、2019年初開催。日高慶州場農業協同組合が主催する、サラブレッド1歳のセリーチ、ジャバ、北海道市場で開催される。 開催期間は3日間、搭載市場は開催休止中、冬季同様、株式会社 JS が主催する、繁殖場のセリーチ、ジャバ、北海道市場で開催される、日高慶州場農業共同組合が主催していた、サラブレッド搭載のセリーチ、ジャバ、北海道市場で開催されていたが、2014年は開催休止となった、日高慶州場農業共同組合が主催していた、 サラブレッド搭載のセリーチ、ジャバ、北海道市場で開催されていたが、2011年以降は、開催休止。千葉県両相場室農業共同組合が主催していた、サラブレッド1歳のトレーニングセール、船橋競馬場で行われていたが、2012年以降は、開催休止。日高、東農業共同組合が主催していた、サラブレッド2歳のトレーニングセール、 日高育成牧場で開催されていたが、2011年以降は開催休止。日高慶州場農業協同組合が主催。門別競馬場において、北海道競馬に所属する現役競争場を販売する目的で行われていた。2010年以降は開催休止。堺共同トレーニングセンター株式会社が2007年、臨時市場として開催したトレーニングセール。 堺共同トレーニングセンターで開催された2008年度競馬番組及び払い戻し金の上乗せについて市場取引は奨励賞の廃止がもたらすものはネットキバセールの主催者ありがとうございます。